中央奥が、渡辺守綱の墓。渡辺守綱は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。徳川氏の家臣。江戸幕府旗本、尾張藩付家老。三河国事部上主、徳川十六神将の一人。三河渡辺氏は、松平氏の不大家臣で、平安時代の佐賀源氏の武将。渡辺綱の後裔を称し、刑譜の上では、渡辺綱の孫で、 以前、松浦氏の祖になる、松浦久氏の孫、渡辺康の光栄と伝える、三河国ぬかた軍、浦辺村出身、守る綱は、若い頃から同年生まれの松田以来家康に仕えた。槍がい手であり、永六五年の三河国八幡の合戦で、今川氏家臣、板倉重貞に敗れた際、交尾にあって奮戦したこと以来、槍半蔵王と呼ばれ、鬼、 半蔵の服部正重と並び称された。しかし、熱心な一行を胸のモントだったので、翌英六六年に勃発した、三河一行一期において、他のモント家臣と同じく家康に背き、一行一期に加わった。一期が家康によって破られると反逆を許され、帰惨し、以後は家康の主要な戦いの大半に参加。姉川の戦いでは、 旗本一番槍を上げるなどの先行を重ね、旗本足軽頭として出陣した三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、小牧、長久手の戦いでは先方を務めた。なお、長篠の戦いでは山本勘助の着手、肝臓を打ち取った。天正十八年、徳川氏が三河から関東地方に放されると、武蔵国引機軍に三千国を与えられた。慶長五年には、 長年の功績を称せられて戦国を数を、騎馬同心三十人の九分六戦国を付属させられ、足軽百人の組頭となった。慶長十三年、家康の時期命によって、尾張藩主に封ぜられた、家康の旧男、徳川義直の譜賀郎に転じ、武蔵の四千国に加えて、尾張国岩作で、尾張藩より五千国、三河でラブで幕府より五千国を与えられ、 合わせて1万4千国を領して寺部城を居城とした。慶長19年の大阪冬の陣、翌慶長20年の大阪夏の陣に出陣して、藩主、吉直の威人を貢献。元那2年の家康死後、両国終わりに入った吉直を直に補佐し、元那6年に名古屋で死去した。京年十九。後に、その功績から、家康配下の徳川十六新将の一人として、 検証された。子孫は、寺部に一万国を領して、終わり藩家老として続き、着南、茂綱の伊豆を、吉綱に始まる文家は、泉国白田藩で一万三千国の大名となった。同じく文家には、守綱の三男、渡辺図書助走綱を外する、大見旗元で、幕末には、田安徳川家及び、一橋徳川家の家老を務めた、渡辺図書家。 江戸南町奉行を務めた後に大見付を務めたが、後に八丈島に流された旗本、渡辺大隅守綱猿や、実定、渡辺貞十郎成功に始まり、代々終わり徳川家で、年寄り等の養殖を務めたが、明治維新に終わり藩内砂漠派の領収として、青松場事件で処刑された渡辺貞十郎や、新左衛門家と同じ九代々終わり藩の養殖を、務めた。 守る子三男の言語座英文門製図に始まる渡辺、半苦労や、紀州徳川家の家老を務めた、渡辺若狭守屋や及び、渡辺門戸家などがある。映画、野ギレニア祭秘伝月影賞、テレビドラマ徳川家康小説、西光一郎、二人の半蔵、ありがとうございます。